はい、皆さんごきげんよう。チュエットの田中です。いや、みんな息してる？おかげさまでね、YouTube ね、チャンネル登録者数、222名突破しました。皆様、ご協力ね、ありがとうございます。あとね、うちのね、チャンネルがね、3歩進んで2歩下がるっていうね、本当ね、伸び悩んでるチャンネルでもあります。一回チャンネル登録してくれてもね、やっぱりね、はい、いっちゃうんですよね世の中厳しいです。はい、で、明日ね、インスタライブ販売、アンダラ祭りで、今回ね、ペンダント、いっぱい作って、枠もいっぱい届いたんでね、これからね、紹介したいと思います。では、はい、ではね、インスタライブの販売ルールね、またね、説明欄にね、載せておきますので、はい、よろしくお願いします。店内はね、こんな感じで、はい、いろいろね、ディスプレイもちょっと変えてます。キアンダラちゃんはね、ウェブショップで販売してますんで、いろいろね、この辺の鉱石ね、入れてまーす。はい、ブレスレットね、ちょっとね、はい、綺麗に並べて、並び替えてまーす。ではでは、ライブの時はね、またちょっと置き方変えるんですけど、今ね、こんな感じに置いてます。アンダラちゃんもね、穴開けして、はい、もう2つほど嫁いじゃったんですけど、また追加でね、作りました。はい、あとね、ペンダント枠がね、はい、いっぱい入ってきたので、こうね、入れてみました。結構ね、ちっちゃいやつがね、綺麗に入るんでね、こんな感じでね、ブルー系なんかすっごい綺麗ですよね。たまにこうね、飛び出しちゃうんだけど、これもまた面白いかもしれないですよね。こういうね、いろんな形ありますんで、この辺のやつはね、3色あるんで、飛び出ないやつ、シンデレラフィットをね、皆さん狙ってください。アンダラちゃんの飾りがね、まだ1個ね、あるんでね、はい、早いもの勝ちです。だいぶ減りましたね。はい、ではね、日本の名石のね、ブレスレットがね、ちょっとね、業者さんからご協力で、限定で、5月5日までね、うちで販売するので、はい、よろしくお願いします。薬杉ですね。はい、ちゃんとね、こういうカードもついてきます。はい、これが10ミリですね。結構綺麗です。税込みで8580円。今ね、22% オフのね、セールやってますけど、インスタライブの方はね、ちょっとセール除外品となってます。この辺のブレスも、はい、
ご了承ください。はい、9680円ですね。でこの辺のブレスは、はい、お店来ていただければね、消費税分、ちょっとね特別にサービスはしていただきますので、はい。でこれがカムイコタンですね。グリーン系のこれが12mm、17,600円、はい、すごい綺麗ですよね。結構ねよそでもね売ってるんですけど、これはすごいねグレードがいいです。高品質でギャランティーカードがついてて、 12mm が17,600円ですね。でね、これ日本の工場でね、ビーズ作ってるので、すごいまたねちょっと違うんですよね。国産のものを国産、もう日本で作るってね、いいですよね。はい、こちらがカムイコタン 10mm 2つありますね。はい、15,840円ですね。同じく10mm カムイコタン。8mm、 これはね1本もうね昨日届いてね、すぐ売れちゃったんですよね。これね14,080円、はい。カムイコタンもすごいお買い得だと思います。この値段で、お値段以上の品質になってます。で当店でね、人気のオノコロ水晶のブレスレットですね。タンブルはねうちで結構ね人気なんですけど、はい、これが 8mm、 47,520円です。すごい綺麗ですよね。これ 3A ランクなんですよね。この頃の 10mm、 8mm ね。なかなかこれ手に入んないんでね、うちにいっぱいこう届いたんですけど、5月5日まで、店舗ではね販売して、明日のライブ配信と、またね5月1日の日曜日のね、7時からもね配信しますので、はい、こちらねお早めに、もう2週間限定商品なんでね、2週間だったらもうなくなっちゃいます。でまた問い合わせがあったらあのうちに来ますけど、同じものが来るとは限らないので、はい、これね、はい、この頃10mm ですね。10mm だと51,040円。はい。こうね比べるとね、やっぱだいぶ違いますよね。ちょっと高いなぁと思う方もいらっしゃると思うんですけど。本当に希少価値の高いものでね、今こう目の前に あるんですけど、もう手に入らないかもしれないんでね、この機会をぜひお見逃しなくよろしくお願いします。はい、こ
ちらが 54,580 円、おのころの 12mm ですね。はい、すごいいいっすよね。こちらもおのころの 12mm です。やっぱ比べると全然違いますよね。こっちなんかちょっと黄色い感じかな、内包物が入ってるような感じで。はい、次がね、はい、大和ヨシノのブレスレット、ぐるっといきます。大和ヨシノのこちらは赤で 10mm ですね。はい、アウマッチ 35,200 円ですね。はい、いい色してます。ちょっとくぼみがあるのかな、これ。こっちの方がいいのかな。うん、こっちの方がいいかな。大和ヨシノ 10mm 赤です。35,200 円です。はい、ね、限定品です。大和ヨシノはね、いろんなカラーがあってね、こちらはねグリーンですね。グリーンの 12mm、はい、奈良県で採れる石となってます。はい、こちらが 33,000 円。同じく大和ヨシノのグリーンの 12mm、 これは両方とも綺麗ですね。私はどちらかというとこっちかな。はい、でお次が大和ヨシノグリーンの 10mm ね。10mm ね、2つあるんでね、選べますんでね。はい、それが大和ヨシノグリーンの 8mm です。これはなんか翡翠っぽいですよね、この8mm。 ちょっと、はい、26,400 円ですね。すごいな、こっちがグリーンが強い感じかな。ちょっと薄いっすよね。はい、大和ヨシノグリーンの 8mm です。こんな感じです。
ね、国産の石をね、日本のね工場でビーズにして作った、ブレスレットとなってます。よくすぎもねいいですよね。はい、バンダラのペンダントはねちょっとずつウェブショップに並べていきます。はい、はい、ではね皆様明日のね、日曜日、7時からねインスタライブで販売します。ご視聴ください。まあ買わなくてもね見てください皆さん。はい、ゆるい感じでねやりますのでよろしくお願いします。では今日も一日ね素敵な一日をお過ごしください。ではまたね。